海苔巻き浮世絵に描かれた寿司と、海苔巻き海苔巻きとは、食品に海苔を巻くこと、または海苔を巻いた料理そのもの。単に、海苔巻きといえば、多くの場合寿司の巻き物を指すことが多い。寿司以外に、おにぎりに板のりや焼き海苔を巻きつけた海苔結びなどについても、海苔巻きという。海苔を巻いて、油で揚げたものは、磯辺揚げ、焼いた餅などを海苔で巻いたものは、磯辺焼きという。 一般には、海苔で巻いた寿司全般を指すが、江戸前寿司においては、単に海苔巻きといえば、かんぴょう巻きを意味する。海苔巻きは、1750年観行、料理参会合で料理として紹介され、1787年観行、75日では、すでに江戸の手を汚さない寿司として、寿司屋メニューの一つとなっていることが紹介されている。 稲荷寿司とのり巻きを組み合わせたものをスケロクというが、これは、同代の歌舞伎演目に寄せ、油揚げと巻き寿司で揚げ巻きとした写楽である。一般的に使用される具材には、マグロ、キュウリ、エビ、卵焼き、かんぴょうなどがある。せんべいに巻いたものは、のり巻きせんべいと呼び、江戸草加のり巻きの名で売られるものもある。AB 明治元年創業、八渡寿司。 のりまきとは、出展、講段社料理3会合料理3会京、江戸、ジャパン、中川、東四郎、K、中川、新七、K、料理3会合、bas1.nijel.ac.jp e、2020年5月15日閲覧。75日1787年間日々の、テル都市、1960、日々の三都市。 1960日本寿司機構巻き寿司通いなり通ケロクく通東京 ISBN 978から4から75 111三1 8 9億十億二千八十三万二千四百二十二 https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org スラッシュ oclc スラッシュ1020832422 ありがとうございます。